H じゃなくて、ワンドに来ております、ここでね、ちょっと朝から調査をしてみたいと思います。朝から口が回ってないんですけど、よろしくお願いします。ちょっと風が上流から下流へ向けて吹き抜けておりますが、私の領域も突き抜けております。よし、ですね、濁りカッターは昨日よりちょっと 10% ぐらい濁ったかもしれないですね。はい、そんな感じです。でまあクリアって言っていい部類かもしれないですね。はい、お願いします。はい、今日はお魚シリーズですね。食べたら意外とうまいヤガラ、赤ヤガラで釣りました。あれショット 7.5 度です。こっちとか見えるか、 7.5 度です。いやちょっとね、あとなんか変な芋みたいなの見つけたんですよ。芋ほら見て、寄生獣に出てきそうな変な芋なのかな、これ根っこ、ここにもあるんですよ、これ根っこ、変な、あ、これあれじゃないですか、これプロゴルファーサルのドライバー作るやつ、これ、はい、失礼しました。プロゴルファーのネタ引っ張りすぎですね。今日はガボッツ150ですね。これをメインでいきます。で、リールが明るかったコンクエスト300、レベルワインダー連動しない方です。で、ロッドがバルキリーワールドエディションのワールドエキスペディションの、VKC の 711XH4 です。4本つなぎになるやつですね。パックロッドみたいな感じです。やっていきます。お願いします。やっちゃったったった、よし、予想通りキワキワのね、いや今日は2月の23日ですね。8時17分になります。いやー、皆さん今日仕事ないんじゃないですか。僕はバイトですよ、この後も。しっかとバイト。昨日はですね、朝6時ぐらいに起きて、揚げ潮をちょっとやりつつ、8時ぐらいに満潮を迎えて、そこからの下げっていう感じで、ちょっと浅間詰めってやつをね、久しぶりにやろうかなと思ったんですが、ビッグベイトで。いやー、もう起きたら8時過ぎてましたね。やっちゃった。でもその分ね、ゆっくり寝させてもらって、よかったんですけど。昨日は、そうですね、SK さんと昼間お会いして、お話させてもらって、まあ、SK さんのお住まいの方の、ね、エリアの方のお話もちょっとさせてもらったりしまして、で夜は夜でね、生蔵さんとお会いして、こう現場でよくお会いする仲のいいアングラさんとお話いっぱいできましたね。昨日のナイトは辰巳の方とか、有明の方とかですね、いくつか昔できたようなところもあったんですけど、やっぱりね、オリンピックの影響でだいぶ護岸の工事が変わっちゃったり、してまして、なかなか厳しいところも多かったですね。やっぱ柵を越えないと入れないとか、まあ、釣り禁止ってワードは見なかったですけど、
またバチが見つけられなかったですね。やっぱワンオクの方はまだもうちょっと、やっぱ川のね、河川の、川じゃない、河川の七尾五時シリーズ、香川ね、河川ですね、河川。更新を返信って言ってね、教習所行っちゃうところですからね。で、受付のお姉さんにね、免許返信しに来たんですけどって言っちゃったんだからな、七尾さん。はっ、はっって言われましたけど、はっ、ちょっと若めのお姉さんに、はっって言われました。返信ですかって。更新じゃなくてですかっていう。ね、まあ、たまにはこうやって過去にした話を混ぜていかないと。ね、ありますよね、誰だって。あと、あの、そばのやつ、そば屋さんのやつだね。キデムとかなんかよく書いてあるじゃないですか。なんか、うにょにょにょって書いて、キデムみたいな、よくわかんないやつ。今日は飛距離出すためにちょっとこっち行きます。でガボッツ150から、今度はこの白ペンシル、シマノのこの白ペンシルに書いて遠投していきます。よいしょ、こいつは飛ぶんですよ、これがまた。よいしょっと、ベシッと、さあ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 、昨日バチ抜けしたとこあるんですかね、腰をだったですよね、昨日は。みんな今日は昨日のバチ抜けとか夜の釣りに行ってゆっくり朝起きてるんじゃないですか。僕はまあ12時半頃に帰ってきて、まあ1時半には寝たかな。もう全部お風呂も入ってご飯も食べて行ったもんだから、辰巳の辺のローソンにトイレ借りてビシッと決めてやりましたけど、いやいやいや、あと半月ですね、よく僕言ってますけど、あと半月すれば3月の中旬から後半になればだいぶ水も変わってね、桜も咲いて、桜も終わっちゃう、これどうだっけな、まあ、桜の季節になって、もう桜も最近はもうあの入学式じゃなくて卒業式の時に咲きますからね。昔とかのアニメとか見るとね、こう高校や中学に上がる時に坂の上で運命的な出会いをした瞬間に男の子と女の子が桜の花びらがねパラパラパラっと散ってくるなんていうシーンはありましたけど、今はもうないな、葉桜ですね、運が良くても。さあさあさあ、そろそろ終わりが近づいてきております。今日はですね、アピアのグランデージの C80H にしようと思ったんですよ、ファルコンを付け替えて。ちょっと携帯性と短くなるほどの長さを考えたら、ちょっと今日はこっちのがいいやっていう理由があったので、ちょっとこっちのね、畳める短く畳める方で来ました。グランデージだと多分あれなんですよね、この辺からねポンって抜けてブランクス結構そのまま、あんまりこうスポンって抜けるところはない日本つなぎなので、まあ、ロットを作るときにはいいのかもしれないですけど、ちょっと携帯性がね少し下がるんでこっちで来ました今日は。昨日の夜でもちょっとだけライズあったんですけどね、生堂さんと一緒に攻めたんですけどダメでしたね。ビール逃れとかねやってましたね、生堂さんは。僕はエリア10とかマニックとかやってましたけど、ずっと思ってたのに逃れ初めて投げたのかな、2回目かな、多分初めてだと思うんですけど、やっと使いました昨日。何分だ、もう時間かな、
そうですね、もうちょっとバイト行かないと、バイトの時間だ、やばい。ハートイオンがなくなったっぽいな。誰かがハートイオン持ってったのか、そのままポイッとやられてしまった。あっちか、あっちか、あっちのオレンジの階段の前ですね。はい、ということで、今日も、珍しく綺麗な動画なんか来てみましたけども、ノーバイトという感じになりますが、これからバイトという感じになります。はい、じゃあ、今夜あたりからはね、少しゆっくり休むルーティーンになるかと思いますけど、パターンになるかと思いますけども、ぜひチャンネルはそのままでチャンネル登録は解除しないで、できたらお願いします。はい、では失礼します。また明日。お疲れ様です。グッバイと。